練馬行きご注意ください。特急秩父5号が通過をいたします。はい、1番2番に切り替え、4番でいいや。あ、ごめん、いいよ、はい、いいや、待って練馬待ちます。石神井公園駅ご注意ください。下りの特急の最後の電車が通過をいたします。1番、あ、どの方が来てた。野球場からの輸送が全て終了し、狭山線は普段の西所沢と西武球場前を行ったり来たりするローカル輸送に戻りました。で、次に1模型の時刻は午後の10時を回りました。各駅から最終電車の時間が迫っています。池袋駅を発車した黄色の電車、22時10分発急行、飯能行きの最終電車です。また飯能駅からも準急池袋行きの最終電車が発車をしています。発車はちゃんと静かにしないと来るから。池袋駅からはドーム号に使われた車両が回送電車として発車をしています。池袋駅からまもなく準急小手差し行きが発車をいたします。次の練馬で地下鉄方面からの両席と接続を取って発車をいたします。西所沢駅では下りの最終急行飯能行きが狭山線の電車と接続を取りまして発車をいたします。また西所沢駅上りの電車も到着です。上りの最終電車も西所沢駅に到着をしております。この電車も狭山線の電車と接続を取ってから発車をいたします。石神井公園駅には準急小手差し行きの電車が到着をいたします。この電車、清瀬より先、西所沢小手差しまで行く最後の電車となります。お待たせいたしました。池袋駅から下りの最終石神井公園駅が発車をいたします。昔のこのドラマの昔の1500型を何か現在走っている電車は本日の終着、本日の最終電車となります。走っている電車が終着駅に到着いたしますと、今回の第4線は全て終了となります。清瀬駅に参りました電車、この先小手差しまで行く電車です。石神井公園駅停車中の電車は清瀬行きの電車となります。石神井公園から飯能の間、上り電車は本日すべて終了しております。いいよ。清瀬駅には当駅止まりの電車が到着です。最終電車はすべて終了しております。改札口へお回りください。石神井公園駅に最終の電車が入りました。本日運行していた電車はすべて終着駅に到着をいたしました。24分間にわたってお送りしてきた、野球開催日の臨時ダイヤ、いかがでしたでしょうか。これをもちまして16時5分の回の第4点すべて終了となります。ご覧いただきましてありがとうございました。